はい、どうも、シュンです。今回はですね、スカムというゲームをプレイしていきたいんですけど、このゲームはですね、囚人たちが一つの島に、入れられて、そこでこうサバイバルをして生きていくっていうゲームなんですけど、まあなんか、設定としては、それを番組として映してるっていう、なんかそんな設定だったような気がするんですけど、まあまあ、そんな感じで、実はこのゲーム結構昔からやってて、まだアーリーアクセスなんですけど、まあまあ、その当時やってた頃から、かなりアップデートでいろいろ変わってるっていうので、なんかすごく面白くなってるっていうことなんですけど、まあ、いつも一緒にゲームをやってる妹がですね、ちょっとやりたいって言い出したんで まあちょっと一緒にやってみようかなっていう感じでやっていきたいと思います。では行きましょう。よし、早速始まったな。ここはどこなんだということなんだが、ここは我が拠点だ。私が気づいた。ここに立てこもっているんだよ。かなり苦労したよ、作るのにね。中で戦えるようにしているんだ。そして、あそこを見ればわかるだろう。我が拠点に侵入してきたやつが即座に死ぬようにクレームを仕掛けている。危険な世界だからね。よし、では、こっちはやっぱやめておこう。こっちはまだ見せれない。後ろ、仕掛けているんだ、トラップを。後ろはね、いいだろう。前はちょっとダメだ。しかし、ここに来るまでにはかなりの苦難があった。少し振り返ろう。夜やからさ、多分ちょっとやばいと思うねんな。何が？え？だってモンスターとかは全くおらんやろ。おるよ、ゾンビおるよ。え、ゾあ、ンビそうも、や、これゾンビや。ゾンビあ、もうも、あかんかもしれへん。ゾンビもクマもな、いっぱいおるよ。やばもういやゾンつ、ビあおかる。んかもしれへん。え、走ってくる？ゾンビ。いろんな種類がおる。ちょ、ほんま無理かもしれへん、もう。入った。うわ、夜今。や。M 押してさ、自分の赤い点が今どこら辺にあるか教えてくれ。Z1 のすぐ下。お、Z1 のすぐ下？近いじゃん。どこ？あ、待って。なんかガソスターあんねんけど。あ、読んなよ。ガサスタ絶対読んなよ。なんで？行ってみじゃん。え、絶対行かへん。なんでか教えてや。近づいたらわかるわ。なんで？ゾンビおんねやろ。おる。波のゾンビじゃないやつが。森の中に入るってこと？じゃあ。いや、森は入らない。その道におって。そうじゃないとわからへん。あ、見えた。見えた、見えた。おった。止まれ。何？どっ見えからた、見えて。見えた、見えた。え、おらんで、どこ？後ろへで。止まれって。おっハロた。ー、ハロー、ハロー。なんか持ってるし、だってハロー。よかったーって。何これ？それ女の。あ、ごめん。パンチしないもん、怪我するから。絶こ対れやめろ、何？お真ん中にさ、前。手のマーク出てんだけど、何？どうやってやんの、それ？それでいい。今からちょっと説明とかするわ、いろいろ。オッケー。まず、挨拶代わりに。ファッキュー。ちょっと待って、何やんの、それ？ めっちゃ気になるって。とりあえずその前ちょっと説明するな。どこに行こうかな。右の方にさ、なんかめっちゃでかい集落みたいなのあるの分かる？わかる。そっちにちょっと向かおうか。オッケー、こっちか。で、スタミナ気をつけといてな。死んの早っ、死んじゃ これ、痩せてきたりとかしたらめっちゃ速くなったりするから、太ったら遅なるし。あ、そうなん。で、スタミナのところパーセンテージ減っていってるやろ。こうん。
これ止まるやん、止まったら回復するんだけど、歩いたりしながら、あとはこれぐらいの走りで行くのが一番いいんだけどな。スタミナが減りも1000円ぐらいやん、ダッシュはやばいから。ダッシュで行ってる途中でゾンビに会ったりとかしたら攻撃でスタミナ使うから。その頭についてる緑のやつは何？これ爆弾、何の爆弾？死刑囚やから脱走しようとしたら死ぬね。やっぱ、はい、いけた、今度はクラフティング、やばっ全然やばないねんで、実は何なん？見に来とんねん。どうなんのこれ？大丈夫大丈夫、もしもどっかに隠れたりとかしてるときに、こいつが来たら人がおるってバレるから、おる場所バレてしまうねん他のやつ。あ、なるほどな、めっちゃリアルやな。これな、俺らでももう死ぬから。なんで？食料がやばいから。どうすんの？ちょっと町に向かうねんけど、町に向かいつつも、ちょっと森通りながら町行くわ。このなんていうの、道沿いでは食い物が何一つない。オッケー、死んでまう。なんこのアロエみたいな。あ、アロエって食えんのこれ。ちょっと俺アロエ食ってみるわ一回、どうなんのか。アロエ食える、モモ食う。アロエ食えるわ、調べろ。ここモモも食ってんね今でキノコとかも落ちてる時もあるから。え、全部食うで、落ちたやつ何？いや、バリ走ってるからおもろい、今思って。I am hungry とかなってんねんけど、アロエ食った方がいい？うん、それは。ちょっとストップストップ、待って。お腹すいた、お腹すいたっていうことや。ちょっと待って。歩きながら食えんで。あ、そうなん？うん、ある程度。いけるよ。そんなダッシュで食わんでもいいけど。人間と同じ作りやから、一気に食べ物思いっきり食ったからって、すぐに栄養素を吸収したりはせえへんねん。うん、ちょっとずつ時間を置いて、胃から腸に落ちて、腸から結腸に落ちてっていう感じで吸収していくから、だから持続的にちょっと食い物食っていっとかへんとあかんねんな。難しいな。難しいねんけど、出るわ出るわ、なんか難しいねんけど、分かってきたらこれマジおもろいから。慣れてきたら食い物とか制限したりとか、種類あるから、食い物のエネルギーとかタンパク質とかの種類全部あるか、このメタボリズムのところにまた説明するけど、プロテインとかカーボとかファットとかいっぱい書いてあるんだけど、これ食べ物ごとに設定されてる数値が違うから、それをうまくバランス取ってダイエットしたりする。アロエ太郎もう気づいてたわもうほんまに大丈夫だ、食い物。ほんで、なんていうの、脂肪分ばっかり取ってたらめっちゃ太ってしまったりするから、ほんだら走り遅くなったりするやん、そういうのもいろいろ気をつけなきゃ。で、あんまり太りすぎてしまうと、ちょっと待ってよ、なんでさっき言ってんの。人間とかの肉とかを食いまくったりしたらめっちゃ太るから。人間の肉食えんの？おったらな。おらんけど、もしもモモがここでボンと死んだりするとするやん、それ分解したら食えねえ。あ、そうね。肉と油に分解されんねんけど、油も一緒に食ったりとかするとめっちゃ太っていくねんか。あ、なんか見えた で太りすぎると心臓病みたいなのになったりもするから気をつけなきゃ。あ、マチや、マチ出てきた。え、これ新しくできたマチや、これほんまや。これ新しく追加す、あ、違うわ。え、ロボットおる。何ロボット？歩いてるロボット。あー、あかんわ、ここは入れへんわ。なんで？どうしよう。なんで入れへんの？行ってみ。え、じゃあほんまに教えてなんで入られへんの？え、撃ち殺されるね、重要な物資があるから。あのロボットにバレたら、バレへんように行かなあかんな。じゃあいやねんけど、
モモだってまだ今何もできんやろ。普通のゾンビも戦ったことないやろ。無理無理。中にもおるかもしれんから。お前ロボットおる。ちょっと変えよ行く場所モモ。ああ何撮ってんのさっきから。いやなんかおるかなと思って。幼虫がおんねん。なあ幼虫。ああそれ食えの。食う。俺はもう幼虫めちゃ食う。幼虫ほとんど幼虫で生存してきたから今まで。そうなん。幼虫とキノコ。あ車あんで。どこ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 。下やだけど。どこ。町ほらあの黄色いのあれ車やろ。ああいやあれは違う。あれは潰れてるやつ。あそうなん。うん車って貴重なん。えめっちゃ貴重や。もう全部取られてるからこの世界の。誰にプレイヤー。うん。なんか思いのほか安全やなこのこっち側の土地は。もっと危険やねで向こうの方の土地。こんな土地なかったん多分もともとこの下の、うん、今俺らがおる Z の町を。ちょっとほんでさちょ言ってるやん。やばやばやば吐いてもうた。どうしたん、はい、食いすぎたわ食いすぎたわ。見てなかったわこれな、うん、食いもんいい満タンになってる時にさらに食ったりとかしたら吐いてしまうねんか。いい満タンって。あ左のストマックが満タンになってる時に。俊兄ちゃんどうしたん。前になんかおる。どこ。前見て。どこ歩いてるやろ。まんまや。おるわ。なんかおる。行け。無理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 。行け行け行け。じゃあまず見してや。どうやってやんのか。俺無理やって覚えてないもん。もう無理やって。初めてやで始めた。何がおんのあれ。ゾンビやろ。歩く系やろ。あいつ早いやつやわ。多分。槍で行くん。ちゃうわあいつデブやわ。どうやってやってんのそれ。やばやばい、こいつは死んだ。やっぱ、危ねえ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 。俺の槍を返せ。よく取れた。オッケー。危なかった。お前、お前、お前、ちょ、俺、ちょ、こっち向けなよ。お前やめろよほんまにえぐれたやろ。やば内臓とかあるやん。お前お前やってくれるな。行こう。あ待ってもう回ろうとやろうかな。あかんわちょっと今の怪我したわガチ。しかもレベル2の怪我負ってるわ。どうなのそれ。ちょっとあれやな包帯がいるわ。これほっといたら死ぬから。ゾンビに一撃でも攻撃もあったら絶対に包帯巻くって覚えておいてな。分かった。強かったな。うん俺腹今ダメージ受けてるから腹のとこ真っ赤くなってる。見して。ちゃ左下のゲージが。ああそういうこと。自分のうん。もし誰か知らんやつの家発見したら、うん、誰かが建てたようなとこ発見したら、うん、絶対近づいたから、ね、なんで周りになんか仕掛けたりしてるかもしれんから。分かった。クズ野郎の世界やからここは。まっすぐ来てやろ。三サロやからこっちや。こっちや。え
なんでそっちやん。え、まっすぐ来たら今黄色い道を。まっすぐ来て、うん、だからこっちやん。え、なんで。なんで。ほんまに。え、だってさ、こう向きでまっすぐ来てさ、こうやろ。あ、そっちや。ごめん。絶対一緒に旅したら遭難してしまうやつや。方角分からへんっていう。これロボットはおるやろ、これ絶対に。ほら、あ、おらんわ、おらん。入れるわ、入れるわ。行こう。聞こえるで。なんでここ乗れへん。上まで行けへんぞ。バグった。え、ちょ、もう降りてくれ。引っかかっとんねん。こんなん登れへん。ロボットの音聞こえんで。無理や。ちょっと、あ、やばいわ、俺。今。何が？ちょっと。もう食い物全部食った。持ってるやつすべて。ちょっと、見んとってな。うんこしてるよ。どうやってうんこすんの？どうやってうんこ、どうやってすんの？ちょっと満タンになってきてたから。うんこどうやってすんの？タブ押して、うん、え、溜まってんの？まず 70%、75%。 あ、ほんならちょっとしといた方がいいかもしれない。いきなりやばいタイミングでうんこ出たりしたら死ぬから。どうやってすんの？タブ長押ししてみ。ほんならホイールみたいなの出てきて、右にトイレのマークない？右上にタブ長押しして。ほんまや。出た。ちょっと俺正面は。え？決まってるよ。誰言って、そこです。ダッツキャラ。マジでダル。じゃあ待って、もうおしっこするわ。